はい、どうも、かげです。ドラフト括弧大卒のみでペナントを制すやっていきたいと思います。今現在3年目のシーズンで開幕戦やっていきましょうか。モレルがちょっと調子悪いんで誰使おうかな。大崎はちょっとサードって、大崎も漏れたよね。サードそんなに上手くないのか。そうやってこうか、こうだね。調子のいい人から使っていきたいんで、調子のいい人を使っていこう。今年はちょっと渡辺をキャッチャーで固定して使おうと思うんで、渡辺さん頑張ってください。ピッチャーは椎橋、エース椎橋で。ああ、センター長野か。明石がいる。おかわり君もいる。殿崎が DH。あ、強いな、結構セーブ。秋山と、牧田と浅村抜けたけどな。結構強いな。大卒ドラフト。果たして開幕戦初勝利になるのか。まだ開幕戦2年連続負けてるからね。試合は6時から始まります。菊池雄星、左の菊池、新越のドクター K 椎橋、1番サードキャンベル。点は取れないと思うから、あー取られた。あー椎橋、椎橋、あー椎橋、あー椎橋、椎橋は悪くなかったね。5回1失点ぐらい、5回に失点か。全然持ち丸がそこそこ抑えてる。いや、打線が悪いです。打線はやっぱり来年強化しないといけないね。来年の強化目標としてはやっぱ打線っていうところを強化していかないといけないのかなっていうのをしたら、いきなり怪我しやがったな。これ下がってんのかな。怪我したら自動的に下げてくれてるし。おお、これはいいね。これは自動で下げてくれてるんでありがたいです。誰が上がってきたんだ。八木が上がってきたのか。それだったら俺これをこの人をあげたいから。あ、それ2軍幽閉しといたらいいんだ。八木、あ、でも怪我とかしてるとき幽閉したら使わなくなるからね。怪我人で人足りないのに2軍に幽閉されてるとかは嫌なんで、まあちょいちょい、あ、清田が怪我した。まあこれで怪我しても勝手に1軍に上げてきてくれて、選手運用をねしてくれるので、もう思い切ってシーズン終了まで飛ばしてしまってもいいんじゃないかというふうに思うんですけども、どうしようかな。ちょっとだけ見ようかな、どんな感じか。ある程度順位が確定するまでは見ないといけないからね。まあ、もう順位確定してるけどね、だいぶもう順位確定して、あ、井口が2000本安打達成です。もうそろそろ引退してもいいかな、井口2000本安打打ったなら。井口が2000本安打打ったということで、もうそろそろ監督専任やってもらってもいいんじゃないか、井口さん。どうだい、まだまだ選手としてやりたいか、井口さんは。まあ、井口さんが辞めるっていうまで俺はやってもらうけどね、やらせるけど、井口には。俺らが判断することじゃないからね、井口の場合は。そんなお話をしていると、今交流戦に待ってまいりましたね。でもう10ゲーム差か。もう多分今年は最下位かなっていうふうに思ってます。で、最近ね、ほんとモンスターハンターワールドの動画ばっか見てんだよ、 YouTube でモンスターハンターワールドの動画ばっか見て、あー早くやりたいなと思って。いやー、久々だよモンハンなんて。マジでやるのセカンド G 以来だから、な、総中魂とかなんか使いたいな俺。総中魂だっけ、なんていうものか分かんないけど、確か総中魂。僕はタチとこ、俺タチばっか使ったけどな。タチは使ってた。でもそれ以外あんまり使ってなかったな。セカンドからタチが出てきて、それでタチ使って、セカンド G でもタチ使ってて、そっからは全然。弓とかね、なんか弓とヘビーボーンが強いんだっけ確か。俺もなんかあんまり詳しくはないんだけど、久々にちょっとソニーに帰ってきたということなんで、やろうかなっていうふうに思っています。そんなこと言っていたらもう45ゲーム差ついたんで、シーズン終了まで飛ばしたいと思います。はい、カットします。はい、シーズン終了まで飛ばしました。86ゲーム差つけられております。現在86ゲーム差つけられてます。なんと86ゲーム差つけられております。でも、7勝10勝13勝と勝ち星は伸ばしております。なんでね、全然来季以降、おー5点台、いいじゃないですか。いいじゃないですか。去年より全然成長してるよ。怪我人は、あ、江下さん、さようなら。さようならです、江下さん。0勝11敗。その顔、中継ぎかな。先発もやってるし、中継ぎもやってる。うん、1勝20敗。でもまあ、ある程度安定してきたね。中継ぎでいいのは瀬戸。瀬戸はいいんだ。
瀬戸萩原6勝もしてる、すげえ。うちほぼ萩原じゃん、勝ってんの。萩原、梶原、ここはあれだから、まあ実在選手だからね。うん、渡辺2割2分8厘、あ、三振ついちゃった。やっぱこれが嫌なんだよね、三振つくからね、規定立つと。こういうところがちょっと良くないところですね。うん、2割4分5厘、2割0分5厘。あ、留学した人帰ってきました、白倉。まあ、全体的能力上がってオール D ぐらいになってるからね、いいね。ここは特能を覚えさせていきたいと思います。と、吉川は守備が良くなって、ちょっとセカンドとしてね、セカンドとして育てたいと思います。守備がいいんで。そういえば練習、2人の練習してなかったの。白倉は何覚えようかな。逆境丸だね。田淵は何を覚え、あ、でもチャンスじゃなくて、弾道を上げて、弾道を上げの田淵にチャンスを覚えさせて、キッカーに選球眼を覚えさそう。こんな感じで年間表彰式、誰か選ばれてるかな。大城がゴールデングラブと、ベストナイン取ってる。前剣がゴールデングラブだ。お、瀬戸さん新人王ありがとうございます。新人王取ったらどっか行けるとかあんのかな、留学地増えんのかな。投手で最優秀新人獲得。瀬戸さんどんな能力だっけ。瀬戸どこいる。あ、いた。 3.63。 あ、そういえば俺新人紹介してたっけ。白倉、ドラフト1位、佐賀ドラフト1位で入った選手ですね。まあ能力はこんな感じ、留学して能力が上がりました。背番号は7番。ドラフト2位、園川、九州のドクター系、1年目から投げて、園川、ドラフト2位のピッチャーですね。フォアボールを持ち、でドラフト3位が、日高。こんな感じの能力です。147キロ。まあまあまあコントロールは悪いけど球が速い、熊本県出身の左投げ、左打ち。でドラフト4位の、久永で、次が、ドラフト5位、瀬戸。ドラフト5位瀬戸、埼玉県出身のピッチャーですね。でドラフト6位、梶原、うん。ドラフト7位、国木、山梨県の、まあ、変化球が3球種あるんでいいピッチャーなんじゃないかというふうに思います。ドラフト8位、越田、変化球2種類持ってる、チェンジアップとカーブを持って、球速が速いってクイックが遅いんだね。でドラフト9位、川添、微妙キャッチャーとしては、つかファーストにコンバートしようかなっていうふうに考えてます。でドラフト10位、キッカー、この選手も留学させて、能力がこんな感じになっております。あ、どうしようかな、頭差し込まんでいいか、今紹介したことにし、まあ、ちょっと遅いけどね、まあいいや、契約更改行こうっと。監督これでいって、コーチもまだこれでいいや、スカウトもまだこれでいこうっと。じゃあ、年俸カットします。OK、 年俸の、調整はしました。年俸じゃなくて年俸だね。俺いつもね、年俸って言っちゃうんだよね。年俸。徳山を自由契約にしました。まあ、ここからちょっと既存選手をバンバン切っていきたいんですけど、もうまだ人手がちょっと足りないので、まだそこまでは切れないんで、今回は野手を中心に取っていきたいと思います。ドラフト行こうかと。まずは、有望選手。ああ、また大卒のあれやんの忘れた。また発掘やんの忘れた。いつも発掘やんの忘れるからね。マジで覚え、次はやろう、次は。これ社会人か。156キロ。このピッチャーいいね、わしを。野手は誰かいいのいるかな。すげえな、こいつ。ああ、すげえ、こいつ。
わあ、この2人いいな。この2人いいな。すげえ。今年ちょっと有望がいるんじゃないか、有望株が。ああ、このショートもいい。外野は1人しかいないのか。ちょっと有望キャッチャーがいるんで、取ろうかな、アクネ。かぶるか？ OK、単独。で、2位で、2位で俺は、ともえ。2人、キャッチャー2人取り。ドラフト1位、ドラフト2位、キャッチャーっていうね。まあ、コンバート前提で取ってるんでね。で、大卒。あー、取られたか。やっぱり取られるか。まあ、しょうがないね、それは。こんないい選手は取られるでしょう。外野手。あ、田上が残ってる。田上取ろう。田上、トリーノ、ファースト。トドロキはどうだろう。ミート F がちょっと気になるんだけどね。テルヤ。テルヤ取ろう。テルヤ、トリーノ、トドロキを取るの。あ、トドロキ取られた。ピッチャー取ろうじゃあ。ピッチャー誰かいるかな。お、浅野とかも結構いいじゃん。浅野。チック。おお、取ろうかな。148キロ、156キロ、156キロやろう。156キロ。三井まだいた。三井取ろう。ロマン、ロマンあふれる三井さん。ロマンの塊だからね。抑え、宮部、抑え候補。スライダーがエグいな。マスコもスタミナあるから、ちょっと取ってみようかな。これ、うっかり社会人間違えて取りそうだな。年齢で見てるからね。取ってたらどうしよう。ちょ、確認しよう。後で確認しよう。社会人取ってたら使えないからね。取るか。これどうしようかな。取ってみようか、とりあえず。終わりた。今年も10人取りました。アクネ、トモエ、この2人がいいね。この2人がいいです。この2人にはね、やっぱりちょっと将来の4番候補としてね、コンバートしたいと思います。即コンバートしたいと思います。留学かな。まず留学させたいな。帰国選手はなし。マー君とかは帰ってきてないのか。まだマーダルは帰ってきてない。まだ増田、ポスティング却下されてる。増田すごいよ。増田って45歳ぐらいでも、40歳ぐらいでも全然活躍するからね。うちの前ペナントで頑張ってくれたから、増田さんは。 0.55 ってすごいな。そしてメジャー行けず。柳田いいね。柳田はいいよ。柳田はめっちゃ活躍するからね。中村晃と柳田が FA した。今見も FA。 角中、中村、どこに行ったのか。柳田は楽天、梶谷阪神、中村晃オリックス。ほうほうほう。角中がバンクか。柳田引き止めなかったんだ。引き止めれなかったんだね。引き止めなかったというか、引き止めることができなかったのかな。お、カープばっか。全員カープな。石原か。石原、メッセ、田中健介、中地ジャイアンツいんの。マギー。あ、内川だ。結構早く内川重脚になったの。あ、片岡だ。高橋だ。おかわりくんだ。あ、金子千尋だ。バレンティン、カッセ。あ、キャンベル。キャンベル帰っちゃうのか。バイバイ。バイバイ、キャンベル。キャンベルは帰国。おかわりくんがオリックス。ハッセが広島か。金子千尋はベイスターズ。よし、海外留学。あの2人行かせるよ。あー、でもチャイナしか行けないのか。あの2人行かせようと思ったけど、この2人行かせよう。アクネととも行かせようと思ったけど、思ったより強くないな、ともえ。これはいいな。これどこ、サードか。これどこコンバートしよう。足速くないからやっぱサードが一番いいのかな。
そうなると松屋をが微妙だなっていう。巴も肩強いからファーストもったいないんだよね。でも足が遅いんだよね2人とも。巴はセカンドとかもやらしてみようかな。松屋テルヤをちょっと留学させよう。チャイナだし、チャイナでも行かせなくていいのかな。まあ一応行かしてみるか。よし、春キャンプ、じゃあカットします。よし、練習指示終わった。マスコスライダー、チックかホーク。よし、ポジションコンバートも成功ということで。よし、じゃあオーダーを考えましょうか。あ、江の下、あ、江の下2位対するの忘れてた。まあいいや。で、そのオーダー紹介する前にちょっと取った選手を紹介していこうかな。ドラフト1位誰だっけ。あ、アクネか。ドラフト1位、右投げ左打ち、滋賀県出身の、今サードをちょっと練習させているアクネ。キャッチャーとしても全然使えるなこいつ。盗塁のチャンスを見れば、ガンガン登録していく積極性を持つ選手である。マジで走力 F だよやめとけやめとけ。ドラフト2位、巴優、セカンド、キャッチャー、ファースト。強肩が武器の新人内野手。バントには自信がある。バントがうまい。ドラフト3位、田上。将来に期待の新人外野手。特にコメントはない。ドラフト4位、照屋。岡山県出身のファースト。こいつもガンガン盗塁していくね。そう、足はそんなに速くないけど。で、ドラフト5位の浅野。このピッチャーが俺は結構いいのかなっていうふうに思います。能力的にまあまあいいんじゃない、この能力は。中継ぎ抑えができる。抑えでも使えるかな。次はチック。ドラフト6位チック。チクすごいな、名前と名字の漢字。チクともやかな、なんて読むんだろうね。カーブが得意なピッチャーですね。左ピッチャー。牽制が非常に得意である。ポーカーフェイス、しかも牽制がうまい。ポーカーフェイスでいいな。で、問題のドラフト7位、三井さん。マックス155キロを起こす、まっすぐの持ち主の新人は、失点しても 大崩れしない強心臓を持っている。だがコントロールが悪い。コントロールが G10 って、ドラフト8位、マスコ。福島県のコントスタミナがあるピッチャーですね。逃げ玉、3球種1を今持ってるんでいいかなっていうふうに思います。で、ドラフト9位、友部ニベ。スライダーとシュート、スライダーだけだったけど、シュートが確かキャンプで覚えさせてもらった。でも球が軽いんだね。で、ドラフト10位松屋。右投げ左打ち、岡山県出身、新人内野手。走塁がうまい。将来ちょっと外野にコンバートするのもありなのかなっていうふうに思っておりますが、そんなかんだで、ちょっとオーダーを決めていきましょうか。八木さんをちょっと、もうそろそろもういいな。このもうここら辺いらないな、 いらないというか、もう自由契約にしてもいいかな。もうオリジナル選手だけで投手陣は組めそうな感じですね。浅野さん使えるな。浅野さんを使いたいんだが、コントロール悪い人ってあんまり使いたくないんだよね。コントロール F はあんまり使いたくないから、瀬戸さんを使いたい俺は。コントロール E から使ってこう、順番的に。いない、まあ、とりあえずこれでいくか。島脇、マスク、マスコより C 橋だな。で、芥川、マスコ、日高、そういう先発陣で。と、曽川は、戦中で待機してもらって、ここの方がいいかな。抑えは萩原。野手も、巴とかも上げたいな。松本下げの、ここを下げの、キムショウも下がるか。あ、うちショートいないんだ。ショート取らないといけないね、来年こそは。ショートがうちいないんです。
持ち丸リード時、持ち丸と浅野リード時やってもらおうかな。いや、津田をリード時か。ビハインド、持ち丸ビハインドでいっか。配線処理、配線処理ってか、こんな感じでいこう。みんな配線、リード時なんていない、うちに。うちにリード時なんて存在しないよ。リードできないもん。腹もそこそこ使えそうな能力になってきたな。田上。巴セカンドはさすがにまだきついな。まだきついな。アクネもサードはまだきついでしょう。DH か。アクネ巴を DH で併用していこうかな。サードモレル。モレルはサードでいいとして。センター、シラネ。こうか。シラクラか。シラネじゃない。シラクラ。1番でしょ。で、アクネを。こうだね。で、対左で、DH 巴を使おうかな。併用していこう。併用。で、田淵も対左は出てこようか。あと使いたいの、川添使いたいけど、まあまあまあいっか。これでいこう。大崎はセカンドサードも折れるから、とりあえず、あ、でもセカンドサードはいいか、うちいるからね。まあ、うちの足りないやっぱショートか。ショートが今足りないんで、ショートをちょっと取ろうかなっていう。次は。持ち丸は、持ち丸コントロールか。とりあえずみんなコントロールなのかな。コントロールいいないやつは、とりあえずみんなコントロールを上げたらいいんじゃないか。コントロールだね。まずコントロール。君はコントロールです。君はコントロール G10 だからね。巴、ミート。守備じゃないか？セカンドだし守備か。アクネはなんか覚えれないかな。ロボルヒッター？ロボルヒッターでも覚えるか。春季キャンプでしかね、サブポジを覚えれないっていうのがね、困る。それがちょっと困るな。まあ、でもアクネは将来のちょっと4番候補として育てていきたいんで、シーズン15連敗中ですけども、3番強打だ。お、松山だ。松山でもだいぶ能力アップしたんじゃないか。あ、でもどうなんだろう、アップで対応してんのかな。前か、松山が活躍したのはその後か。お、シーバシがタイピンチ B になった。いいねいいね、やっぱ能力が上がるって嬉しいな。今までのおっさん軍団の違って能力がみんな上がるって、それが俺は嬉しいよ。今までね、もうさっきのこの前の戦力外のみのやつはね、おじさんしかいなかったからね、みんな能力下がるからね。能力上がるやつがいなすぎて辛かった。ちょっと俺アクネが気になるんだけど、アクネ結構だいぶいい人じゃないか、いい選手になると思うんだけどね。まあ、キャッチャーとして育ててもいいんだけどね、キャッチャーは基本的にキャッチャー A にしたいからね。キャッチャーは守備型捕手が、あ、でもどうなんだろう、キャッチャーとして育てた方がいいかな。いや、いいや、うちには渡辺じゃない、うちにはね、渡辺というキャッチャーがいるから、ほらこれはいいキャッチャーになるでしょう。やっぱり守備型の捕手として、アクネやっぱりちょっと攻撃的にね、サードでやってもらおう。アクネの打席に注目する。強心体をつけたいな、アクネにホームラン打ってほしいし。ちょっと開幕戦アクネ見ていこうか。4番に置いちゃう？まだルーキーだからね、とりあえず6番に置こうか。調子いい人が使っていきます。開幕投手は島脇。今シリーズ初めての試合観戦だな。お、京セラドームでオリックスバファローズ。キャッチャー誰だこいつ、老けてんなこのキャッチャー。あ、二木だ。あ、二木オリックスか。あ、オリックスに入れたのか二木は。 DH、 6番 DH です。スタメンアクネ。あ、いきなり点取られた。だがアクネ、お、アクネ強振体がついてる、もしかして。あ、強振体はついてないわ。強振体はついてないけど強振してくれてる。ありがたいですね。
わ、俊太の守備やば。これか、この前新人王取ったやつは、ルーキーで。高卒ルーキーで新人王取ってる。すげえ。マレーロベンチじゃん。なんで、なんでこんないい選手がベンチなんだ。一発持ちだからね、ホームランになってこい、一発持ちだし。はい、ミート。ミートちっちゃ。全然、なんだ、初球だけ強振したのに、全然強振をしようとしない。お、でも1点取った。あっくーね。初球振ってくれよ。ストライク入れてこいよ、初球ストライク。あー。お、まだ強振続いてる。まだ強振チャンスは続いてるか。お、まだ強振だ。これ何なんだろうね。どういうあれがあるのかな、強振と強振じゃないの。お、入る入る入る。プロ初オーブラン。プロ初ホームランだ。背番号23番なんだ、アクネ。一桁上げようかな。これは一桁上げたいな、ホームラン打ったし。シーズン途中でね、背番号が変わるという、そういうチームですから、うちは。いやー、これは近畿の大砲だわ。やっぱ近畿で打つのかな。やっぱ近畿の大砲だから近畿で打つのかもしれないね。うん、いいよいいよ、全然ホームランか三振ねえよ、ホームランか三振か。あー、惜しいな、今勝ったのにな。近畿の大砲、シュート回転のストレート打ったれ。シュート回転どうなんだろう、シュートしてんのかな、全然わからんわ。シュート回転のストレート見よう、球筋がシュートしてんのかな、ちょっと、うん、全然わからん。たまにシュートするとかなのかな。あー、三振か。オッケーオッケー、全然いいよ。お前、カメロック染めてるんか。今気づいたけど、お前、カメロック染めてんな。まあ、まあ、いっか。うち別に茶髪オッケーだから。ヒゲも茶髪もオッケーだから、うちは。アクネがプロ初ホームラン打ってくれたからね。嬉しいよ、俺は。ちょっとアクネの背番号変えようと。アクネはちょっと俺は一桁をあげたい。パワー、左のパワーヒッターってどんな感じ、どんな背番号がいいんだろうね。左のパワーヒッター9じゃない、1ではないな。うち全部持ってるじゃん。 9？ 左のパワーヒッター柳田9875だね。5、田渕さん5か。田渕何つける。田渕1つける。1はないな。田渕23でしょ。こんな感じでちょっと軽く飛ばそうか。どうなんだろう、今年は勝てるのかな、果たして。ちょっとそれを見てこう、今年は果たして勝てるのかっていうの。いや、去年に比べてやっぱり勝てるのかなっていうふうに思ったんですけども、今年もちょっとまだ無理かな。まだ勝つのは無理か。うーん、そうだね、まだあんまり簡単に勝てる感じではないですな。今年もちょっと最下位かな、このままいくと。まあ、もう最下位だというんだったら一気にシーズン終了まで飛ばしてね、ドラフトまで行ってもいいから、ちょっと飛ばしてみようかな、シーズン終了まで。今年もまあちょっと厳しいか、厳しいな。期待はあったんだけども、ちょっとまだまだ、戦力をアップするためにドラフトで選手を取っていきたいんで、シーズン終了までカットします。よし、シーズン終了まで来ました。今回94ゲーム差ついたな。だいぶ負けたのか、今年は7勝しかしてない。うわー、今年はでもだいぶ負けたな。なんだ今年は、ピッチャー陣だ。ピッチャー陣だな。去年5点台だったのに 5.9 か。だいぶピッチャーの能力じゃなくて、ピッチャーが打たれたということで。じゃあちょっと、成績を見ますか。0勝20敗。2勝4敗。すごいな、曽我は。0勝20敗って全然違う。81登板。中継ぎ。頑張った人は曽川と、曽川ぐらいが頑張ったの。ロジャース2割8分。白倉は2割4分2厘だね。田辺2割1分。渡辺1割6分か。あ、キャッチャー B になった、でも。
友江が頑張ってくれたね。意外と頑張ってくれた。友江3割打ってるし、田淵も2割並ぶ。アクネがちょっとダメだったね。2割ちょいぐらいか。もうローボールヒッターを覚えました。キッカーもちょっとダメでした。来年に期待ということで、サブポジを覚えさせる。サブポジをね、やっぱり覚えさせないといけないからね。それだったらサブポジを覚えて DH 以外で使えるってなると、もっと視野も広がるんじゃないかという。太田がファーストでゴールデンゴジャー、ベストライン取ってる。太田大志が。お、新人王田上。全然打ってないけどね。なんで新人王取れたの、逆に。逆になぜ新人王取れたんだ。これで投手野手で両方で新人王取れたの。そんなに新人いなかったのか、今年は。じゃあ契約更改前ですか。ここで終わろうかなと思います。見てくれた皆さんありがとうございました。さよなら。